7月14日日曜日、全国のお天気をお伝えします。北海道や東北北部は広く晴れてお出かけを楽しめる天気です。届く日差しが強くなるため、紫外線対策は万全に行ってください。ただ北海道の道東や東北南部では雲が多く、すっきりしない天気です。午後ほど雨の可能性がありますので、お出かけの際雨が降っていなくても雨具をお持ちください。一方、東日本から西日本にかけては梅雨空が続きます。雨が降りやすく、断続的に強雨となる見込みです。雷を伴って大雨となる恐れもありますので、河川の氾濫や土砂災害に警戒が必要です。気温を見ていきますと、予想最高気温、東京28度、大阪は30度となっています。昼間はムシムシジメジメとした体感になりますので、服装で上手に調節を行ってください。また沖縄では猛暑アイコンとなっており、夏の空が広がります。ところどころでにわか雨の可能性がありますので、空の変化にはお気をつけください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。